トヨタマーク2クオリスはトヨタ自動車がかつて製造していたステーションワゴンタイプの乗用車である。なお、インドで現地生産、発売されていた多目的乗用車トヨタクオリスおよび韓国の自動車メーカーキアが海外市場にて発売するキアクオリスとの関連性はない。百九十七年四月にそれまで 1070K ベースで生産されてきた マーク2ワゴンのフルモデルチェンジ版。社名こそマーク2を名乗るが、ハードトップのマーク2とは別物で、カムリグラシアの姉妹車でもある。ベースは MCV20K ウィンダムで、歴代マーク2の中では最初で最後の FF 車であった。エンジンもマーク2のものではなく、カムリと共通の時期4.2リットルと V6.2 リットル。 それに、ウィンガムに搭載していた V6.3 リットルの3種類。2.2リットルと2.5リットルには 4WD も設定された。基本的には、モノグレード、パッケージオプションの構成だが、基本装備はトヨタらしく充実しており、全席エアバッグや ABS 等は、どのグレードでも標準。オプションとして、サイドエアバッグや、プライバシーガラス、スカイフックテムズ等が用意された。 3リットルのみ、サンルーフや DRC、CD ナビゲーション付きマルチ AV、スカイフックテムズ等が標準だが、タグレードでもオプションとして選べた。1997年4月14日、13年にも、渡る異例の長期生産となった1070型マーク2ワゴンの後継として販売開始。 先行して販売されたカムリングラシアの姉妹車であるが、同時期のマーク2セダンのフロントフェイスの特徴がよく出ている。FF 化されたことで、L クラスワゴンとしても最大級の広さを誇るものの、上部の絞り込みが強く実用面の評価は、決して高くなかった。1984年から継続販売されていた旧マーク2ワゴンはもとより、同時期のライバル車種と比較しても、 かなりスタイリッシュかつシンプルなエクステリアデザインで全輪駆動化されたことで後輪駆動であった q m ーク k 2ワゴンが苦手としていた降雪地や寒冷地のユーザーを開拓することにも成功した。CM のキャッチコピーはオールデイズワゴン CM ソングにはシカゴのハード2世、i a m sorry を起用したりスタイリッシュな演出がなされた。1999年8月にマイナーが 行われ、前後デザインの一部変更と専用内装色や、オートレベリング付き HID ヘッドライト装備の、スポーティ仕様、ツアラーエディションが追加される。同時に3リットルエンジンの VVTI の採用や2.5リットルエンジンにも、ECTE が拡大される等機能の充実が、施される。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 1 9 9 7 0 6 1 8 1 9 3 5 0 6 h t t p w w w t o y o t a c o j p s h o w r o o m o l l t o y o t a ラインナップ、マーキワゴン。ありがとうございます。